カナディアン・アメリカン・チャレンジ・カップ。カナディアン・アメリカン・チャレンジ・カップ。カナディアン・アメリカン・チャレンジ・カップ。通称カンナム・キャンアムは、かつてカナダとアメリカで行われていたプロトタイプレーシングカー選手。北米スポーツカーレースの最高峰カテゴリーとして、スカとキャスック、カナディアン・オートモビル・スポーツ・クラブスが共同で開催した選手権シリーズ。 集団期間を挟み1966年から1974年までの第1期9年間と1976年から1986年までの第2期10年間に分けられる。競技車両は国際自動車連盟のグループ7規定により、並列に座席第2期は短座のオープントップボディエンジン排気量は 2500cc 以上ならば、 上限なしとされた。一レースあたりの走行距離は200マイル前後、約3 2 0トルで、ドライバー交代はなし。インディカーやナスカーのようなオーバルコースは使用せず、北米各地のロードサーキットを転戦し、年間獲得ポイントにより、ドライバーズチャンピオンを決定した。エンジン排気量無制限というルールが象徴するように、技術面の自由度が高く、 大廃棄量マシンの豪快なレース展開が人気を集めた。北米独自のシリーズながら、最盛期には、海一やスポーツカー世界選手権と比較されるほど注目された。ヨーロッパの有力コンストラクターが、北米でのシェア拡大を目指して参戦し、賞金総額世界一を歌う報酬に惹かれて、一流ドライバーも数多く出場した。アメリカでは1963年から、 国内選手権のユスクが行われており、1966年から国際選手権のキャンアムが始まった。初期はモータースポーツシーズンの終盤にあたる9月から11月にかけて年間6戦のスケジュールで行われたが、1969年からはユスクを吸収し6月から10月にかけて10戦前後が行われるようになった。主なコンストラクターはヨーロッパ勢のローラ。 マクラーレン、ポルシェや、アメリカのシャパラル、シャドウなど、この他フェラーリや、BRM、マーチも小規模ながら参戦した。自製エンジン搭載車以外は、シボレーやフォードの市販 V8 エンジンをベースにした、両販エンジン 5000cc から 7000cc を使用した。ドライバーでは、ジャッキー・スチュワート、ジャック・ブラバム、グラハム・ヒル、フィル・ヒル、ジョン・サーティース、 デニス・ハルムといった、会一チャンピオン経験者が参戦し、ダンガーニー、マリオ・アンドレッティ、パーネリ、ジョーンズ、マーク・ダナヒュー、ピーター・レブソンら地元勢と競い合った。1966年の開幕シーズンは接戦の、スエローラに乗るジョン・サーティースが、初代チャンピオンとなったが、翌年から1971年にかけては、マクラーレン勢の独占場となった。 ブルース・マクラーレンとデニス・ハルムは、オレンジ・イエロー色のワークスマシンで、独走劇を重ね、ブルースデニー賞と呼ばれた、1969年シーズンは2人で11戦、全勝。また、プライベーターへのマシン供給により、出走台数の半数以上を、マクラーレン勢が占め、コンストラクターとして23連勝という記録も、残した。 チームオーナー兼ドライバーのブルース・マクラーレンが1970年のテスト中事故死するという不運に見舞われたが、会一での成功に先駆けて、名門チームとしての地位を固めることになった。また、石油王ジムホールが率いるシャパラルは、独創的なマシン設計によりキャンアム人気のシンボルとなった。優勝こそ一度のみだったが、セミオートマチックトランスミッション、ハイマウント、可動式、 リアウィング、ペダルで調節可能、サッカーカー、ファンカー、グラウンドエフェクトの素などの斬新な技術は、イチなど、他のカテゴリーのマシンにも大きな影響を与え、シャパラルの他にもオートコーストのチタニウム製シャーシや、マックスイットスペシャルのスノーモービル用に気筒エンジンを4機、搭載した4輪駆動車といった実験的なアイデアも見られた。1972年、 スポーツカー世界選手権の規定変更を受け、耐久レースのオスポルシェが、キャンアムに、本格参戦する、ワークスの運営は、ペンスキーレーシングが代行。シボレー v 8エンジン勢、7から8.5リッター、約600馬力から900馬力に対して、ターボチャージャーを装着した5リッター水平対向12、気筒エンジンは、交渉1100馬力の怪物的パワーを発揮。 あとに5大手に4リッターに拡大、ピークは1580馬力にも達すると言われた。ポルシェ勢がこのシーズンを席巻し、マクラーレンはワークス活動休止に追いやられた。翌1973年もポルシェの圧勝が続いたが、FIA が燃費規制を導入する方針を示したことで意欲を失い、ワークス活動から撤退することになる。 マクラーレンとポルシェが去った1974年は、シャドウに乗るジャッキー・オリバー、後のアローズ代表が制した。しかしオイルショックの余波で、年間5000しか行われず、1975年は、シリーズ自体が休止に追い込まれた。2年間のブランクの後、1977年により、タンザ、排気量 5000cc にルール変更して、シリーズが再開された。マシンは、 ローラやダラーラの旧式会合専用シャーシをスポーツカータイプに改造したもの。合わせて、会にマシンを流用した2000クラスも併設された。その後10シーズン開催されたが、第1期ほどの人気は集められなかった。北米スポーツカーレースの中心は、スカから独立したイムスサ GTP に移り、キャン、アムシリーズは1986年をもって消滅する子になった。 1960年代末、日本国内のスポーツカーレースでは、トヨタと日産の開発競争が加熱していた。両陣営は、スポーツカー世界選手権進出を視野に入れていたが、エンジンの大排気量化に伴い、グループ7規定のキャン・アムシリーズ参戦計画が浮上する。1968年と1969年には、NAC、日本オートクラブ主催により、 富士スピードウェイで非選手権のワールドチャレンジカップ富士200マイルレース通称日本キャンアムが開催された。本場キャンアムシリーズのマシンドライバーが来日し、サーキットを通常とは逆の半時計回りで走行した。1968年はマクラーレン M6 バイトに乗るピーター・レブソンが優勝。日本勢はトヨタ7、3 0 0 c c の福沢幸雄の4位、7周遅れが 最高位だったが、翌1969年のレースではトヨタ7、5000cc に乗る河合ミノルが優勝した。トヨタは1970年の日本グランプリ中止後も、キャン・アムシリーズ挑戦を目指してトヨタ7ターボを開発した。富士 1000km でデモ走行を行い参戦発表寸前となったが、同年8月に河合がテスト中事故死したため計画は幻に終わった。 このマシンは長年行き公開とされたが近年再びイベントなどで一般公開されている。また、ライバルの日産もある383を開発したが同様に参戦を取りやめたと言われる。日本人ドライバーでは、藤田博士がスポット参戦。風戸博士は1971年に本格参戦し、年間ランキング10位の成績を収めた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。